こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップで肌にできたニキビを消すレタッチの方法をシェアしていきたいと思います。大きく分けて2つご紹介したいと思います。1つ目が時間がない時の編集方法、そして2つ目が丁寧に編集する方法です。肌のレタッチはニキビを消して終わりというわけではなく、他にも色の調整だったりハイライトだったりシャドウだったりをつける必要もあります。ですが今回はニキビだけをフォーカスしてニキビを消す方法をシェアしていきます。とりあえず写真に写るニキビだけを直したいという人はぜひ参考にしてみてください。ではフォトショップでやっていこうと思います。はい、では一つ目が時間がない時に編集する方法です。今回使う写真はこちらです。画像サイトのアンスプラッシュというサイトでダウンロードしてきました。ではニキビを直していきたいと思います。基本的に肌のレタッチをするときはこの写真のコピーを取ります。そうすることによって元の写真とレタッチした後の写真を見比べることもできるし、あと最初からやり直したいときにもすごく便利です。ではこの写真をコピーするには Mac ならコマンド J を押します。そうするとこのように同じ写真がもう1枚コピーされました。そしてここに新しいレイヤーを1枚加えます。この右下のプラスマークを押します。そうすると新しいレイヤーができました。では分かりやすいようにこのコピーのレイヤーをダブルクリックして名前をコピーに変えときます。そしてこの透明レイヤーを修正箇所にしておきます。そしてスポット修復ブラシツールを使います。スポット修復ブラシツールの詳しい動画についてはこちらでアップしています。簡単に何ができるかというと、なぞるだけでフォトショップが勝手に修正してくれるツールです。スポット修復ブラシツールでなぞるだけでニキビが消えてしまうという便利なツールです。はい、ではまずスポット修復ブラシツールをクリックします。そしてここで気をつけたいのが、この全レイヤーを対象に必ずチェックマークを入れるようにしてください。この全レイヤーを対象にチェックマークが入っていない場合は、透明なレイヤーで修復ブラシツールを使うことになってしまうので、必ず下のレイヤーにも反映させる必要があります。なので全レイヤーを対象に必ずチェックマークを入れるようにしておいてください。そしてここからニキビを消していきます。では分かりやすいように顔にアップしていきます。そしてニキビがあるところをなぞっていきます。そうするとこのようにグレーになるので、離すとほらニキビがなくなってしまいます。これは AI で判断して肌を修正してくれているという感じです。でこんな感じでもうニキビをどん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 消していくって感じでやっていきます。私も最近よく甘いものとか油っぽいものを食べるので、もうニキビが本当にすごいことになってるんですけど、なんとか今映像には映ってないくらいに消せてると思います。食べることが大好きなので、本当にニキビができるっていう悩みはもうずっと尽きないです。はい、ではこんな感じで完成しました。ちょっとアップしていきたいと思います。ではビフォーアフターを見ていきたいと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。結構綺麗に消せたと思います。でもちょっともうちょいアップで顎を見ていくと、ここら辺の肌の部分がちょっと不自然になっているのがわかると思います。 Photoshop の AI で修正してくれたものなんですけど、ちょっとスポット修復ブラシツールだとやっぱり 100% 完璧には仕上がらないのがちょっと注意点です。はい、では次に2つ目の丁寧に細かく編集する方法です。私は個人的にはこっちの編集方法の方がよくやります。このやり方だと細かいニキビまで見つけて直すことができるんです。でもし時間があるのであれば、こちらの方が丁寧に細かく綺麗にニキビを消すことができます。はい、では先ほどと同じ写真を使っていきます。まずさっきもやった通りコマンド J でコピーを作ります。でこの新しいレイヤーのコピーをコピーにしておきます。そして次に細かいニキビなども見つけやすいような設定をまず最初に準備段階としてやっていきます。
まず最初に塗りつぶし調整レイヤーをクリックします。そしてここにある白黒をクリックします。そうするとこのような画面が出てきます。そしてここでレッド系のレバーを左にガッと下げていきます。そうすることによって赤みのあるニキビを見つけ出しやすくなります。でそれ以外の肌の赤みも暗い色になってしまったので、ちょっと今見づらい状態になっています。なので今度はイエロー系、肌の色を上げていくためにイエロー系のレバーを右に大きく上げていきます。そうするとこのようにニキビは結構がっつり見えるようになって、で肌もちゃんと明るくなったので、すごいニキビを見つけやすくなりました。でこれができたら左上のバツを押します。でちょっとズームしてみるとこんな感じに見えます。で最終的にはこの白黒のレイヤーはもう消してしまうので、とりあえずこの白黒のレイヤーはニキビを見つけ出しやすくするためだけに使うということです。最終的には白黒の写真になるわけではないので安心してください。そして新しいレイヤーをこの白黒のレイヤーの下に入れます。なのでコピーのところを押して右下の新しいレイヤーをクリックすると、白黒のレイヤーの下に新しいレイヤーが入ります。ここで注意したいのが、白黒のレイヤーの下に新しいレイヤーを加えることです。白黒のレイヤーの上に置いてしまうと、後でこの白黒のレイヤーが反映されてしまうので、ニキビを直したところが白黒になってしまいます。なのでそれを避けるために、この新しいレイヤーは必ず白黒レイヤーの下に入れるようにしてください。そしてここも分かりやすいように、この新しいレイヤーを編集箇所にしておきます。そしてこの編集箇所のレイヤーを押して、で今度は修復ブラシツールをクリックします。そしてこのサンプルのところを必ず現在のレイヤー以下にしておいてください。こうすることによって、新しいレイヤーにニキビを直したところだけが見えるようになります。少し間違ってしまっても、新しいレイヤーでやったところを消すことができるので、かなり便利です。はい、では次に修復ブラシツールを使っていきます。ニキビのところにアップしていき、でニキビ付近の綺麗な肌を見つけて、でオプションを押しながらクリックします。そしてサンプルをコピーすることができたので、その後にニキビを上からなぞっていきます。そうするとこんな感じで綺麗になりました。一回白黒レイヤーを外してみて、でこれがビフォーで、これがアフターになります。かなり綺麗にニキビがなくなっているのがわかると思います。でここで白黒レイヤーをつけたり外したりしながら、このようにニキビを消していくと、すごい見やすくてやりやすいと思います。でもし白黒レイヤーがちょっと見づらいっていう人は、もうこの白黒レイヤーはニキビを探し出しやすくするためだけにあるので、この白黒レイヤーをつけたままニキビを探します。そしてあ、ここを編集するんだなって自分で見当をつけて、白黒レイヤーを外します。そして近くの肌をコピーして、上からこういう風に塗っていくと、こんな感じで見やすく綺麗に仕上げることができます。その時注意したいのは、必ずこの編集箇所のレイヤーを選んで、この中で編集しているということです。で、修復ブラシツールのいいところは、自分で好きなところをコピーして、でニキビの上をペーストして隠すことができるというところです。先ほどのスポット修復ブラシツールでは、もう AI が勝手に選んじゃってるので、そういうカスタム性はなかったんですけど、こっちはわりかしカスタムで変えることができるので、すごく便利です。でこの白黒レイヤーがあることによって、本当に細かい、もう肉眼ではあんまり見えないところでも白黒レイヤーをつけると、結構このちっちゃいニキビのようなシミのようなものが見えると思います。それがこの白黒レイヤーのすごいいいところです。でこんな感じで一つ一つ修復ブラシツールを使ってニキビを隠して、ニキビを消していきたいと思います。
い、ではこんな感じで仕上がりました。ではこの白黒のレイヤーはもういらないので、この目で消してしまうか、あともう捨てちゃっても大丈夫です。ではビフォーとアフターを見ていきたいと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。アップにしてみたいと思います。でこちらがビフォーで、こちらがアフターです。かなり顎の方も綺麗に統一されて編集できてるかなと思います。はい、では今回はフォトショップでニキビを消す方法についてシェアしてきました。ここで比べてみたいと思います。これが元の写真で、真ん中が時間がない時に編集する方法、そして一番右が丁寧に細かく編集する方法でレタッチをしてみました。時間がない時に編集する方法を使うと大体5分ぐらいで仕上がりました。で、丁寧に細かく編集した場合は大体15分ぐらいかかりました。で、細かいところを言うと、時間がない時に編集するスポット修復ブラシツールを使ってニキビを消していったんですけど、そうするとフォトショップの AI でやるので、顎の部分とかは少し不自然になってしまったところもあります。で、逆に丁寧に細かくやった場合は、白黒のレイヤーを使って細かいニキビなども見つけ出して、でそれを編集していく感じでした。なのでこれをやる分、やっぱり時間はかかってしまいます。で、今回フォトショップでニキビのレタッチをしてきたんですけど、どれくらい自分が時間を使えるかで、それによってやり方を変えていくのもありだと思います。フォトショップでニキビ直すの簡単じゃんと思った人は、いいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルではフォトショップとライトルームについて基本的な使い方をアップしています。フォトショップやライトルームの使い方がわからないという人は、ぜひ参考にしてみてください。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。